2121 21デザインサイト内観1階にあらり1階のギフト店2121 21デザインサイトのマーク2121 21デザインサイトは東京都港区赤坂9丁目旧防衛庁跡地に誕生した複合施設東京ミッドタウン内に作られたデザイン専門施設である以下同項目を2121 21と略して表記する デザインという視点から日常的な出来事や物事に目を向け企画展を通して様々な発見や提案を行う。デザインについてリサーチし考える場所であるとともにものづくりの現場でもあるとして従来のミュージアムとの違いが強調されている。この背後にはすでに海外に存在しているような工業製品を並べただけの展示場所から出したいという思いとデザイナー、企業、 職人、使い手という個々の点を一つの繊維へとつなぐ、デザインの拠点が必要であるとの考えがある。ディレクターには、デザイナーの三宅一世、グラフィックデザイナー、佐藤拓、キシリトールガムなどのパッケージ、プロダクトデザイナー、深澤直人等が就任。アソシエートディレクターにデザインジャーナリストの川上天理子を加え、この4名で、ギャラリーのプログラム企画を担当する。 原則的には年3回から4回一人のディレクターが一つのテーマを扱い企画展を開催。また展示期間中にも様々なプログラムを予定している。建築設計は安藤忠夫が担当した。安藤がテーマとしたのは日本の顔としての建築。日本一長い服装ガラスや折り曲げられた巨大な一枚鉄板の屋根を用いるなど日本が持つ建築技術を 最大限に追求し設計された。また一枚鉄板には、三宅一世が取り組んできたテーマ、一枚の布に対応するという意味が込められている。地下階が、延べ床面積の約8割を占め、地上で見ただけでは想像できないボリュームがある。1988年5月13日、ニューヨークでのイサムノグチ店の会場で、安藤、三宅、野口の三者が顔を合わせ、 デザインのためのミュージアムの必要性を語り合った。同年12月に伊佐ム・口は亡くなっているが、その意思を継ぎ、約20年を経て21-21は開業となる。2003年1月28日の朝日新聞紙上で、三宅一生は、グラフィックデザイナーの田中和光が救世したことをきっかけに、作ろうデザインミュージアムと題した記事を発表。 日本のデザイン工場のためには、自国の技術や伝統を形にして示し、やる気や自信をつけることが必要。その知的エネルギーを発揮することで世界に通用する、道を探ることもできるのではないかとした上で、ただ消費するばかりでなく、作ることの大事さをもう一度、考えようと呼びかけた。これを機に、三井不動産の賛同を防衛庁跡地計画の打診があり、企画がスタートした。 同年6月10日、経済産業省はデザインの戦略的活用、競争力強化のための40の提言を発表している。また11月21日には、慶応義塾大学 SFC 研究所主催で東京デザインミュージアム設立構想と題されたセッションが開かれており、日本のデザインを保存、継承するための施設について意見交換がなされた。 これは2121 21とは全く別のプロジェクトであるが、深澤直人も有識者として参加している。2006年7月14日、東京ミッドタウン記者会見で初めて2121 21の創設が発表された。この段階での名称は21、21デザインサイト。ディレクター3名と安藤に加え、基本構想担当として北山隆夫が出席している。 11月9日10日には、デザイニング21-21デザインサイト、デザイン施設のデザインを考える、深沢直人、鈴木康弘、高井香るデザインの視点と題された、プレオープンイベントが行われ、ウェブサイトやマーク等に込めた意図、日常を捉え直す、新たなデザインの視点などが語られた。続く11月12日には、三宅一世の第22回京都賞思想。 芸術部門受賞に際し、記念シンポジウムにて21、2121デザインサイト、ディレクターズトークが行われるなど、企画内容が徐々に明らかにされていく。2007年2月に試行が終了。同年3月30日、東京ミッドタウンと合わせてオープンした。2017年3月21、2121デザインサイトは、開館10周年を機に、 従来の展示室であるギャラリー1、ギャラリー2に加えてギャラリー3を解説。二つの数字はアンダーバーでつなぎ、デザインサイトは大文字で表記する。読み方は冒頭の通りだが限定はされていない。数字の2と1は各国共通であることから、それぞれの母国語で発音して親しんでもらいたいという願いもある。英米では優れた視力のことを 20、20ビジョンという。当初はそこから、20、21という名称が検討されたが、20世紀、21世紀を意識させてしまうことやビズアル化の難しさなどがあった。その結果、今よりもさらに一つ先を見通して、デザインを発信する場になるようにと、21、21となり、最終的に、21、21デザインサイトと命名された。デザインは、 佐藤拓が担当。一般的なシンボルマークは平面であることに対し、ここでは一枚の鉄板から作るプロダクトであることから、プロダクトロゴという独自の名称で呼ばれている。住所案内板を製作している東京の町工場で製造され、2121 21の部分は金型で浮き彫りになっている。サイズは縦 45mm 横1 6 5ト、mm、ル、厚さ2ト、mm、ル。 21と21の間を人間の目の幅にすることでデザインの視点を表現している。配布用のパッケージは宮崎光弘がデザインした。住所番地を示すプレートのような造形にすることによって2121 21がデザインの場所であることを示す。同時にデザインという行為によって日常に潜む可能性を引き出そうという理念も込められている。 通常デザイナーはクライアントに対していくつかのアイデアを提示するが、今回佐藤は採用されたこのロゴしか出さなかった。また色についてはポスターなどに応じて今後様々な展開を考えているという、オープン前のウェブサイトでは期間限定でこのロゴをダウンロードできるようになっていた。入手したロゴを日常のワンシーンに置いたり、ロゴをモチーフにしたケーキを作ったりという具体例を挙げ、 デザインの可能性を一緒に考えてみようという試みが行われた。さらに実際にロゴを使った写真を自由に公開できるようにと無料のフォトアルバムサイトフリッカーに2121 21グループを開設し投稿を呼びかけた。ミッドタウンガーデンに設置された2台の車型ショップ。車体製作は日産自動車デザイン本部による。同社のキューブをモチーフに制作されたことから 21219という愛称となった。21219フーズでは、飲料、軽食、21219グッズは、展覧会関連グッズを販売している。ロゴデザインは、佐藤拓が担当し、ギャラリーと同じ水色で統一されている。渋谷大神山、カノービアの初の直営店。2121 21を、ギャラリー胸、こちらを、カフェ胸として、 太陽なした建築となっている。設計は2121 21と同じく安藤忠夫によるが地下界はない。食材の豊かな風味を活かした自然ハイタリアンを提供する。ありがとうございます。